皆さんこんこにちは今回はですね、5になる組み合わせ、そちらを使った足し算、引き算についてご説明していきたいと思います。それではまずそろばんの上に1を置いてください。親指で1つ。それでは次、こちらに4を足していきたいと思います。しかし見ていただければわかるように、残念ながら、下は3つしか足すことはできません。じゃあここで、4は何で5になるかを考えていきましょう。 そうすると、4は1で5ですね。1で5。もしかしたら皆さん、こうやって弾いてる方もいらっしゃるかもしれません。これも間違いではありません。ただ、私の場合は、今、1と5、もう、4は1で5って分かっていますね。そしたらですね、こちら上から一緒に2本使って、上からシュッという風うに下ろしてみましょう。そうするとですね、 将来的に暗算をやるときもですね、にすごい役立ちます。ということがですね、弾く回数が減るので、その分だけスピードが上がってきます。えー、と私の場合ですね、こうやって弾いていくとですね、もしあの、まあ、自分のやり方が違っていたとしてもですね、まああの、そちらのやり方を変えていただく必要はありません。ただ初めてそろばんを弾く、または学ぶという方はですね、こちらを参考にしていただければいいかなと思います。では、同じくまた今度。 0に戻してですね。じゃあ今度親指で2を置いていてきましょう。今度ですね、こちらに3を足していただきたいと思います。しかし残念ながら、下はあと2個しか足すことはできません。ではですね、ここで3は何で5になるか考えていきましょう。そうすると3は2で5ですね。同じく上から、シュッとやっていきましょう。これで OK です。では残り2つのパターン。今度、 3円を置いていただいて、今度こちらに2を足す。では、2は何で5になるか考えていきましょう。2は3で5ですね。そしたら同じく上からシュこういうふうになります。では、ラストのパターン。今度、こちらに4を置いていただいて、1を足していきましょう。残念ながら、もう下はパンパンですね。1を足すことはできません。では、1は何で 5, と5になるかというと、1は4で5ですね。では、上から同じように1は4で5。というふうになります。 では今度今足しし算ででつのパターンありました。ではですね、今度は逆の引き算のパターンをやっていきたいと思います。で,はですね、この5の状態から今度1を引いていきましょう。1、引けますかね残念ながらこの状態からは引くことはできません。ではよく考えていきましょう。先ほどやったように1は4で5でしたね。そしたら今度、逆のことをします。先ほどは上からシュッて下ろしましたが、今度下から持ち上げる。 もう一度いきますね。下からもう一度、こういうふうに持ち上げるということです。同じく、2本の指を一気に使ってあげる。というふうになります。では、残りの3つのパターンやっていきましょう。今度はまた5に戻します。今度はこちらから2を引いていきましょう。2は3で5でしたね。そしたら2を引くときは、2は3で5。ということは、下から持ち上げる形です。では、あと2つのパターンやっていきましょう。今度はこちらから3を引くパターン。 3は2で5でしたね。そしたら同じく、こうやなります。では最後。こちらから4を引くパターン。4は1で5でしたね。そうすると、こういうふうになります。いかがでしたでしょうか。もし足し算引き算で指使いが違うという場合でもですねあの、心配していただく必要はありません。今までもしやっていた方は、お母様、お父様方がやっていたやり方であれば、そちらに合わせていただいて大丈夫です。 ただもし初めて学ぶという方はですね、今僕がやったようにですね、一緒に2本同時に使って上から下に持ち上げる。いや、下から上に持ち上げるですね。で、上から下に下ろす。といったのはですね、やっていただければいいかなと思います。それでは、えっ、ー、と、次回はですね、実際にもう少し難しい計算の方法を教えていきたいと思います。